伸びていくかなと思う。何をしてんのお前は。おい、いや、マルチミサイルこと来た。ちょっと待って、あ、今のはちょカットや。やばい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 、キルできる武器じゃないでしょう。ヤクルトって特保でしょ。特保って健康食品やん。健康食品が人の命奪えるわけないんですよ。はい、こんにちは、こんばんは、コンポタと申します。本日はですねこちらのラクト450の方を使ってね、縄張りバロー必勝法講座をね、開講していこうかなと思います。講師のコンパタと申します。よろしくお願いいたします。というのもですね、もうすぐフェスやということなんでね、しっかり、動きがおかしいぞお前。まあまあ、それは一旦置いといてね。まあ、もうすぐフェスやということなんで、縄張りバトルの勝ち方知りたいよという方多いかなと思うんですけども、まあ、教える人もね、こちら選びたいということなんで、酸っぱいチームと辛いチームの方々はね、もう早々に帰っていただいてですね、甘いチームの方々だけがね残ったであろう今のこのタイミングでね、言っていくんですけども、いきます。それはですね、序盤自陣塗り、中盤、中央の攻防、そして終盤にね、生存を意識してください。それだけでね、もう一気にググングググググンとね、もうグググググンとね、もうこの縄張りバローのね勝率たるや否やっていうのはね伸びていくかなと思う。何をしてんのお前は。おい、いや、あの皆さん、これ一番やばいっすよ。うん、こいつが一番やばいです。はい、まあとにかくね、ちょ、やばいってお前は。まあ置いときましょう。置いといて、とにかくね、まあ序盤は自陣塗りですとして、中盤はね、中央の攻防って言ったように、まあこ、まあ、攻防していくんですけども、まあ、中央の攻防って何かっていうと、相手が塗ったところを塗り返すって感じですね。まあ、中央を取られないようにする。取らなくていいんで取られないようにする。まあ、誰のものでもないっていう状態にしておくってことですね。そうすることによって、相手がね、相手の敵陣ですね。敵陣を塗ってないであろうから、そこをね、つく一手ということで、まあ、とにかく 50-50 にしておいたら、こっちの自陣塗りの差で、ポイントは有利に働くといった考えでございます。はい、まあね、終盤の立ち回りに関しては終盤にまた喋るとして、で、こういうね、キルしてえなっていうタイミング来るでしょ。そういう時は、キルに意識を向けるんじゃなくて、味方のカバーに意識向けましょう。当てなくていいんで、当てなくていいんで、ちょっと攻撃してあげる。そうすることによって、やばいねんけど、ちょっと、不安、やばいこれ、危な、不安になんねんけど、あの子、すげえ怖い。やめて、うん。これもうだから、まあ、塗り返しだけでいい。うん。こんな感じで、相手の塗ったところを塗り返してたら、そのうち勝てるんですけども、ちょっとなんか、やばい。味方がやばいから、とにかく。一人だけなんか、あの、戦う意志のない子がいるんで、これもちゃんとケアして、味方のカバーができるムービングね、うん、して、で、これも塗り返しでいいんで、塗り返していく。で、今ピンチでしょ。これ、残り30秒でちゃんとひっくり返します。自陣丁寧に塗ってるんで、味方と合わせて、次はね、ちょっとだけ押し込む。うん。あの、空を、押し上げてぐらい、ちょっとだけ押し上げるだけ。うん、ちょっとだけでいいんで。花水木もだって、ね、そんながっつり押し上げたらもうヘビメタの曲になるじゃないですか。ちょっとバラードチックの曲でしょ。あれはね、もうちょっと優しさなんですよね。うん、優しく押し上げるだけでいいんです。で、これ絶対死なない意識で、ちょっと、全部、やばいってあいつずっとペコペコしてんねんけど、な、病気かな、わからへんねんけど、まあ、これで勝てます。はい。これ一見負けてるでしょ、はいっていうことで勝てるんですよね。はい、ということで、見ましたか先ほどの試合、ゼロキルゼロです。でも、もう全然勝てるんですよね。うん、で、しかもですよ、ハンデ握ってたんですよ、こちら。なんか意味わからんキッズいたでしょ。だ、実質3対4でもね、勝ててしまう。それは、相手が自陣を塗ってなかった。まあ、いわゆる敵陣よね。敵陣を塗ってなかったからなんですよね。その差でね、相手はちょっと苦渋を飲んだというか、苦渋を舐めたというか、辛酸を舐めたというか。で、これね、ちょっと自陣塗りチームがね、重なると、ちょっとだけね、相手に中央を取られて、まあ、いわゆる打開ですよね。打開っていう状態から始まるから、まあ、ちょっとね、まあ、厳しいかなって言った雰囲気もあるんで、味方とのね、意思疎通が結構大事なんですけども、もう不可能でしょ、野良では。うん、だからマルチでね、やると結構ね、まあ、やりやすかったりするかなとは思うんですけども、まあ、そんな泣き言言ってられへんので、僕が塗るから前に出ろっていうね、圧力を味方にもかけていくといった。味方にももはや圧力をかけてください、皆さん。
まあそんなスタイルでね、やっていったらいいかなと思うんですけども、でここでねちょっとあの激戦の中ででもすよ、あれやっていきましょう、服装紹介のコーナーなんですけども、これはね、残り30秒でパフォーマンスをね、最も上げたいということでラストスパートの方一つまみ、そしてね、自陣塗り、まあ塗りですよね、塗りに特化したいということなんで、メインインク効率の方を2つまみしているといった感じですね。で今はねもうパートで言えば、中央の攻防パートに入ってますね、序盤の自陣塗りパートは終了して中央の攻防パートに入っております。で中央の攻防、先ほど言ったようにね、相手の塗ったところを塗り返す意識でいいです。キルはしなくていい。ただ味方がおい、やばいです皆さん。あのこうやってまあちょっと味方はもろともね、デスし始めるというかキル取られ始めると流れがね一気に持っていかれて、攻防どころか棒に回ってしまう場合もあるということなんで、まあそこは注意していただきたいんですけども、幸い相手ね、全く自陣を塗っていないということなんで、これもまた自陣塗りの差でね、勝つかなと思います。で今目ピンチって出たと思うんですけども大丈夫です。このままね、塗り返しだけを意識していればおそらくなんですけども、まあ自陣の差でね全然勝っていけるかなと思います。で味方が今ワンピック落としたタイミングでもうちょっとだけね前に出て、相手のインクを塗り返す、そういう意識ですよね。でもうすぐ終盤ですね、残り30秒を僕は終盤と呼んでるんですけども、この30秒切ったあたりでスペシャル、マルチミサイルことひたちょっと待って、あ今のはちょカットや今ださすがにカットね、でもうちょっとだけ待とうかな、もう多分もう1回は多分たまらへんと思うので、もうちょっとだけ待つ、まあ、タッチダウンというかラストスパートというかなんていうんですか、あれをブザービート的な使い方するのもなかなか、かっこよくていいんちゃうかなと思うんですけども、ちょっと自陣に抜けたやつおったかな今、自陣に抜けたやつおるんですけども、まあ、それをちょっとケアするぐらいでいいかな、あいつ1人ぐらいやったら多分僕らの自陣丁寧に塗ってあるんでね塗り替えてないと思うんで、それを無視してそろそろ打とうか。これでしっかりとね、もう塗れないであろうインクをぶちかましてブルティバイバイテイね、これもう完全に相手自陣塗ってないでしょ、だから勝てるんですよね。はい、ということで、時間もねあまり散らかしているということなんで、3戦目もね、自陣塗り中央の攻防生存をね、意識してこの縄張りバロでしていこうかなと思います。でね、まあこうやってね塗り武器の話ばっかりしてるけど、キル武器やったらどうすんのお前というね、声もね、あるかなと思うんで、その辺もねちょっとピックアップして話していこうかなと思うんですけども、キル武器に関してはですね、もうバッチリキルしてくださいもうガシガシにキルしてくれたらいいと思います。はい、ただですねそのパートもね、お見せしたいんですけども、あ僕のね腕前ではあのキル武器ならぬデス武器になってしまうということなんで、僕もね、僕はですね、塗り武器をね、紹介するというか、まあ、塗り武器しか紹介できないという哀れな人間やと思っていてください。はい、でこれがね一番ね、難しいですよね。相手にもラクと450がおるときどうすんのって、自陣塗りの差で勝てないやんけって思うかもしれないんですけども、多分ねこっちにピンチがついてるってことは相手塗ってないよね。見て、ラクト持ってるにもかかわらず相手の自陣見て、相手の自陣つまり敵陣ね見て、これもうめっちゃブスでしょ相手の敵陣これめっちゃブスでしょね。おうでこっちの自陣見て、これおうめっちゃ綺麗、めっちゃ可愛いでしょ。おう相手ブス、こっち美人、そんな感じでしょ。だからねこれはね、絶対負けません。これねラクトの差で勝ちますよ。相手これ多分ね、うわーあいつ全然キルしてないとか、うわ全然俺キルしてないみたいなね、そんな感じで勝敗のね、まあ判断をするかなと思うんですよ。まだまだね、甘いですね、そうなってきたらね。我々甘いチームですけども、相手の思考の方がはるかに甘いですね。違います、これラクトの差で勝ちます我々が。だつまり僕の差です。やばい。ラクトの差で、決まってくれ。僕のせい僕のせいで負けんのこれ。あかんよ。しっかりあの中央の攻防よ。こっから中央の攻防からの生存意識。意識してこう、ほんまに。やばい。どうしよう。あかんよ。あんだけね、ね、あんだけちょっと、生きっといて、ここで負けるの一番やばいよ。落ち着いていこう。相手の方がいっぱいね、丸みさ、打ってきてて、で僕まだ一発しか打ってないの、多分スペシャル増強の差なんでしょうけど、僕は違います。やっぱ塗りを意識したいんで、ここはしっかりとね、もうメイン効率入れてますね。ちょっと待てよ、ほんまに今のは危なかったんですけども、なんとか盛り返したね。相手全然塗ってないんで、だからこっからはだから死なないこと、意識は本当それだけを。だからもう本当もうね、こういうことこういうことこういうこと、だからラクトの差で勝つんやって。
最初一見やばいような雰囲気したでしょ。一見やばいような雰囲気もこのねラフトの差、まあ、つまり自陣塗りの差で勝ってしまう。キルなんていらない、キルなんていらない。だってこれね、キルできる武器じゃないでしょう。ヤクルトって特保でしょ。特保って健康食品やん。健康食品が人の命奪えるわけないんですよ。だからねこうやって我々が勝っていくんですね。見てください相手のね陣地ブスでしょ。はいっていうことで勝つんですね。もうだからね、皆様、まあもちろんキルできんやったらキルしたらいいんですけども、最近勝ったというね初心者の方はね塗りに特化してみてはいかがでしょうか。これで甘いチームの勝利は確実です。ありがとうございました。